ボートレース下関はシリーズ2日目最終カード第12レース予選 C 棒特選です。人気は1号艇久田俊之、相手としては4号艇中辻隆人絡みの船券注目を集めしておりましたが、その中辻がさあピット離れ悪くてどうなるかというところですが、スローの4コースには入ろうという意思表示でしょうか。定番主張に行くか、4号艇中辻隆人です。人気1号艇久田俊之、できれば誰も遅れることなくマイペースの当然起こし行きたかったところでしょうか。4号艇中辻が遅れたためにちょっと早めに船を向けざるを得ないかもしれませんが、1コース久田俊之、しかしそれを克服してのきっちり今日連勝を目指したいところ。2コース2号艇は山本光雄、3コース3号艇下名哲也、4コーススロー定番主張で4号艇中辻隆人、さあこのスローというのがどうレースに及ぼすか。5コース角です。5号艇小野優作、大外6コース6号艇南雄介で本番4対2の枠なり。第12レースの予選は C 棒独占、人気は1号艇久田俊之引戦、連勝への期待を集めています。今も若干追い風かというコンディションでインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。スロー4艇が比較的いいスタートになって1コース1号艇久田もきっちり互角のスタートいっています。1号艇久田が逃げる、まくり差しに行くか。3号艇下田刺して2番、さらには4号6と入っていきますが、1号艇久田がスッとここは逃げに持ち込みそう。2番手は4号艇中辻と5号艇小野の攻防に、外は2番3番最後方水が入って6番です。スタートは前提正常でした。1号艇久田きっちり逃げて2番手相手として注目です。4号艇中辻一歩優勢、外を回す5号艇野々、あるいは3番2番が相次いで旋回も、2番手4号艇中辻振り切って3番手は5号艇野々、1番4番5番レースは2周目。1号艇久田2艇身のリード、2番手4号艇中辻、そこから2、3艇身差の3番手に5号艇野々、そして今度は内から3番手狙おうかというのは2号艇山本の動きありますが、5号艇野々やや大回りになっての差しで3番手接戦に変わろうとしています。2番手は完全に4号艇中辻振り切って3番手、なんとか5号艇の直線ではまた2艇身からリードを取る、あるいは3番2番あまり差がなく追走、最高峰6番です。1号艇久田がトップで2周2マーク、2番手4号艇中辻、3番手5号艇小野に対して2号艇3号艇相次いで旋回も迫ることはできず、5号艇小野3番手キープで1、4、5、1番4番5番レースは最終周回です。トップは1号艇久田なんですが、それほど離されず4号艇中辻追走、さあ船足上昇ムードかという4号艇中辻が追いかけています。1号艇久田がトップ、2番手4号艇中辻、3番手は5号艇小野、1番4番5番145で最後の向こう上面、2連単14は 2.6倍、3連単145 10.1 倍を示しております。1号艇久田人気に応える、そして2番手4号艇中辻、この気配なら明日以降さらに注目か。あとは3番手5号艇小野優作、1番4番5番145、1番4番5番、変わりなく第12レースまもなくゴールを迎えます。1着1番久田ゴールイン、2着4番中辻ゴールイン、3着5番小野ゴールイン、あとは2番3番ラストで6番がゴールイン。